でもかけっこの時ね難しいんですけど、アドバイスとしてはまずはとにかく草原走り回ること、草原走り回ることだと思うんですよね。だから走り方とかももちろんあったりとか、あとはスタートの練習は結構関係すると思います。スタート、具体的なこと言うとね、草原ないですよね、草原ないですよね、そう坂道、あとで坂道下ること、公園でもいいね、公園ね、草原、そうですね、草原ないですよね、草原ない。そう、僕は自動デイサービスも行ってるんですよね、ケアサポートをする場所なんで、そこで僕運動療育もやってるんだけど、そういう子たちに共通してるのはその体を動かすことにへの成功体験が少ないんですよね、ことがすごく多くて、なのでなんていうんだろうな、自分なんてって心の中で思ってしまったりとかするんですよね。だから、自分の中の当たり前値っていうのがあって、自分はこのぐらいのラインなのかなっていう風なラインを自分の中で決めちゃうんですよ、これ無意識にね。だからそれを一つ一つ生えていかないといけない。僕たちもそうなんだけど、一つ一つの成功体験をちょっとずつ上げていく。そのためには例えばなんだけど、なんかちょっとしたあの水たまりをジャンプしたとかわかんないですけど、水たまりをジャンプするとか、何かに捕まるとか、その体の成功体験を一つ一つ積み重ねていくことがすごく大切なんじゃないかなと思います。それはやっぱり子どもの場合は夢中になるともうパフォーマンスは高いので、なのでそういう夢中のところにゾーンに入れれるとすごくいいんじゃないかなとは思うんですよね。そう、自己肯定感の向上、本当そうなんです。体っていうのは皆さんこう触ってもらうと、これ自分自身じゃないですか。これこう触ると自分なんです。この自分自身が、身なので、この自分自身の動きなので、そこから自尊心を取っていかないといけないんですね。女の子結構そういう風になりがちなんですよね。でそこも歩く量だったりとか、の年齢からしてもまだまだ、どんどん体を動かすことをしていくとまだそこまで気にしなくていいかなとは思うんだけど、でも本人的にはそれが癖になってるのか、発達段階での内股なのか、なんかねそこのところって修正って難しいんですね。僕たちはね頭で考えててできるんだけど、でもそこのところってなんか理論的にロジカルに子供に伝えても結構難しいんですよね。だから何か例えばいろんな経験、例えばの場合だと横の動きをさせてあげるとかね、カニさん歩きを、一緒にしてあげるとか、でかカニさん歩きっていうのは外側に行くので、自然と重心って外に行くじゃないですか。なのでお尻の筋肉とか中殿筋という筋肉とか使えるんですね。なのでカニさん歩きとか したりとか、そういう風にいつもまっすぐの方向だけじゃなくて横の動きをしてあげるとかっていうようなことをなんか体験させてあげるといいのかなと思いますね。子供って苦手なのはうちの自動デイサービスもそうなんですけど、こう距離感というか、ぐーっと来てそのままピタッと止まるとか、そういう距離感とか、あと階段とかの転びやすいとかあるじゃないですか。個人差あるんですよ。やっぱり全然こうスラスラできることとかね、パーッとすぐ走れることとかキャラなので、なのでそこの部分って周りと比較するとなんか良くないと思うんですよね。だから学校でやっぱり跳び箱とかもそうだと思うんですけど、なんか3回ぐらいで結果を求められるじゃないですか。3回ぐらいでなんか跳べなかったらなんか運動神経ないとか言われちゃったりとかするんだけど、実はその子は跳び箱跳べないわけじゃなくて、回数がただ足りてないんですよ。3回で結果出す子はもちろんいます、それが得意だったら跳び箱だって考えたら。でも100回跳び箱やったら跳べるんですよとか。でも学校のこの教育の中ではやっぱり人もいっぱいいるので、集団の中でその100回のチャレンジは上げれないじゃないですか。だからなんか自分の中で自分は跳び箱できないんだとか、あ
自分は走るの遅いんだとかになっちゃうんですよ。それはもう圧倒的に、そう、時間的な、そうだ、時間的に無理ですよね。で、だから 2,3 回で評価されちゃう。まあ勉強とかも多分そうだと思うんだけど、だからあのそこはそことしてあの、補う。まあそのためにあの例えば一緒に体を動かすとか、あとは、それはなんかその僕は走ることに命がけ、先ほど言いましたけど、そこのところで僕自尊心を保ってたんですよ。保ってたっていうのはあの、勉強があまりにもできなすぎたから、それでなんか取り返してたんですよね、僕の場合は。だから命がけだったんですよ。なんか学校で本とか読んでもなんか どもるし、あの本の国語のなんか意味が全くわからないしとか、なんかテストも なんか、5点とか10点とかばっかりだしみたいなので、なんかそれを取り戻すために僕は多分あの走ることっていうことに命がけでやってたんだけど、でもそれって僕の場合は走ることだったんだけど、でもあの人によってハマれるものって違うじゃないですか。それが絵の子もいれば、なんだろうな、虫の観察の子もいれば、鉄道のなんかこのなんかピカピカしてる部分がすごく大好きだったりとか、そういうことって人それぞれあると思うので、そこの部分があの僕は大切な気がしていて、量をこなしていくと必ずある程度あの持っていくことはできるかなと思います。だからね、全然気にすることないと思いますよ。僕あの全然話変わるんですけど、その岡本太郎さん好きなんですよ。岡本太郎さんが好きで、であの岡本太郎さんの言ったセリフがあって、それがねすごいなんかあの僕の中で感動したことがあって、今のね話ともちょっと通ずることがあると思うんですけど、小学 1,2 年生の時までは平気で絵を描く、あのわかります、小学1年生の時は平気で絵を描くんですよ。で岡本太郎さん何言ってるかと、下手な絵だから素晴らしいって言ってるんですよ。でもね、あの 3,4 年生ぐらいになってくると、下手だから恥ずかしいとかやめるとかが現れてくるんですよ。だから幼稚園とか子供のうちっていうのはもうあのがむしゃらに絵描くんです、描く子は。でもだんだんで、それが本当は素晴らしいんです。岡本太郎さんもそれが一番の芸術だって言ってるんですね。そうそうなんです。でもだいたい 3,4 年生ぐらいになってくると、下手だからちょっとなんか恥ずかしいとかでやめる子が出てくるんですよ。あの絵もそう、足もそうです。足もだいたい 3,4 年生ぐらいになってくると、自分は呪いからとか、あと手先が不器用だからとか、なんかあとはなんか自分の声が悪いからとかっていう風にして、なんか自分の欠点で周りとの評価で比較してしまう。そして自分の評価を下げてしまうんですよ。走ってもなんかいつもビリだからみたいな感じで、そうで、あの足が呪いとか手先が不器用とか、あと声が悪いとか、なんかそういう風にして自分の評価をなんか下げてしまうっていうことがあの言っていて、でも声が悪いなんか特徴のある声だったりすると、なんかそういう時期ってコンプレックス感じるじゃないですか。僕もね、あのすごいあの宇宙人みたいな声ってよく言われて、よく真似されたりしてたんだけど、あの なんか声が悪いかったら、あのなお素晴らしいって言ってるんですよ。自分をの評価を下げないで、うん、あのやっていくことがすごく大切だってことをね言っていて、面白かったのは なんかね、下手だとなおいいって言うんですね。あの絵もなんかだんだん面白くなくなってくるらしいんですよね。だんだん上手くなってくると、なんか面白くなくなってくる。でも本当に純粋な野球の選手も、なんかあの岡本太郎さんの野球選手のことをすごくディスるんですけど、野球選手って上手いじゃないですか。トップで争ってるんだけど、じゃなくてもっと子供たちのなんかあのポロポロしてる野球が、あれが芸術なんだみたいなことを言うんですよね。それもなんか面白いなと思って、だから何が言いたいかって言ったら、やっぱりそのなんか純粋 に僕たちが小学 1,2 年生になんか何も考えずに なんかニコニコしながら、なんか順位関係なく走ってた時だったりとか、絵を描いてる時とか、
そういうことがね素晴らしいみたいなことを岡本太郎さんが言っていて、そうだから僕たちもそうなんですけど、僕たちは特になんか周りの評価とかで、行動したりとかするんだけど、でもなんかそうじゃなくてもっともっと、シンプルに自分のやりたいこととか、なんか楽しいこととか一生懸命になれることとか夢中になれることとか、でも人って結構無理してることってないですか？で、そう無理してることってすごくあって、自分がそこにいないんだけどそこにいようとしてしまうみたいな、なんかねそこって結構心当たりある方多いと思うんですよね。だからこそその何か行動してるとき、仕事でも何か趣味でも何でもいい、日常生活でそこに自分がいるかってことを意識する、ね、だからそれをやっていくと、周りの評価じゃなくて、だからそこで楽しんでるかとか、それをやりたいのかとか、だから僕もね、できることって本当に少ないんだけど、でも自分が 100% やれることっていうのはね、あると思うので、そこに、細かいこととか、だから、もう戦略なんてないんですよね。戦略とか計画ってほとんど僕はなくて、もう本当に今やれることを、今一生懸命やるってことに意識を集中したら、なんか道が開けるんじゃないかなと思ってね。はい、今日はねそんな話をしながら今日一日始めていきましょう。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。また明日よろしくお願いします。頑張って、失礼します。心と体つながって一緒に行くぞ。あへあほしようよ、いつまでもワクワクしようが合言葉、夢は叶